目で見てみますと、まあ、なんて言いましてもオールスターにも選ばれましたベテランの三浦大輔が現在8勝を挙げて最多勝争いにも食い込んでいくという存在があります。それから今年開幕を務めました高崎がいて、移籍してきましたサウスポーの藤井もここまで4勝を挙げています。まあ、こういった選手の中に国吉がいかに回っていけるかどうかというところですが、豪華な当たりはセンター伸びて伸びて届きました、入りました、第3号のホームラン、1点追加はボーカーの一振りです。試合が膠着しようかというところ、次の1点をジャイアンツはボーカーのバットで叩き出しました。今1点加えましてジャイアンツ3対1、このファームでの調整を経て一軍に戻ってきましたウォーカーです。また一軍で早くプレーしたいという思いを抱きながら、このウォーカーもいいリフレッシュができましたと話した中で打ったこの1本です。よく伸びていきましたね。いや、あのね、1、2球目ファウルしたでしょ。はい、そうでした。あのボールはちゃんとしたボール。